こんにちは、ヨガインストラクターの中橋圭一です。今日はですね、なかなかね、夜寝つけない不眠にね、悩んでる方に、そんなお話を、おすすめのね、方法をお話ししたいと思います。なかなか寝つけない時ね、どうしてもありますね。そんな時だいたい頭にね、こうなんか悩みとかね、なんかこう引っかかってることがある、そんなことがね、多いと思います。具体的には私のね、ヨガ教室来てる生徒さんに聞くとですね、まあ、やっぱお子さんがね、こう夜泣きしちゃうとかね、こう言うこと聞かないとかね、で、まあ、夜泣きしちゃってこう夜ね、こう抱っこしたりね、あるいは寝かせても、どっちにしてもこう泣いてしまう。でどうしようかななんて思ったら、こう明け方になって、でこう、まあ、その方はね、2人お子さんがいらっしゃったんで、こう下のお子さんが泣いててね、で結局明け方になっちゃったんで、まあ、上の子のお子さんのこうお弁当をね、もう作り始めて、まあ、ほとんど寝てませんなんていう時が、あるなんていうお話をしてましたが、そんなことで結構あると思います。でそういう時ですね、まあ、やっぱりおすすめの方法いくつかあるんでね、言いたいと思います。まず1個はやっぱりこの仮眠ですね。昼間ね、こうテーブルの上にこう横になるだけでもいいんですけどね、まあ、ここに生徒さんに聞くと、やっぱりこうタイマーとかね、10分とか15分とか、お昼休みの時とか利用して私は仮眠をとってますとかね、そんなのもいいと思います。でもうちょっとね、いくとですね、こう意識の対象を変えていくっていうのが結構おすすめの方法ですね。そのやっぱりね、そのなかなかね、寝つけないっていうのは、さっきみたいにもちろんお子さんが物理的に泣いてしまうっていうのはあるんですけど、それ以上にこう悩みがあってね、それが頭から離れないっていう場合が多いと思うんですね。でそういう場合ですね、例えばですね、運動ですね、こうずっとね、こうやっぱりこう普段のいつも決まった家事育児してる中で、そういう思い事があると、それがばっかりこう頭の中でこう回ってる状態になってしまうんで、こうパッと発想を変えたね、運動とかですね、もちろんヨガもいいんですけど、歩くこととか水泳とかね、そういったね、こう意識の対象を変えるっていうのがすごいおすすめですね。で頭が空っぽになりますよね。例えば水泳とか泳いでれば、体を動かすことだけに集中してるんでね、もちろん歩くこともそうですね、いろんな、ね、景色見ながらやってる、頭をいっぱい空っぽにするんですね。でそこから元のその悩みのことに戻ると、大抵ですね、大したことじゃなかったんだなっていうふうになるわけですね。ずっと考えて回ってるから、こう悪い方向に考えがちですので、この意識の対象をずらすっていうのは本当におすすめです。これをね、やるのが私はおすすめだと思いますね。でぜひね、そんな風にね、こう気分転換の意味合いでこう体を動かす習慣を身につけていただけるといいかと思います。だいたい悩んでる時っていうのは呼吸が浅い、ね、体が緊張してる、ね、意識もまばら、集中できない、こういう状態ですので、まあ、例えばヨガとかですと呼吸を深めたり、ね、ストレッチで体を伸ばしたり、瞑想の練習して集中したり、こういったことをやりますんでね、全く逆のことをね、やっていく、意識の対象を変えていく、これをぜひね、習慣にやってみてください。それではね、眠りづらい方の対策法のお話を終わります。ありがとうございました。